皆さんこんにちは、並木元義こと穴長もーちゃんと呼ばれてます。どうもはじめまして、こんにちは。僕はここ最近からマルティーニ先生のもと英語の授業を教わってます。今までは英語の知識といえば中学校1年生ぐらいの、英会話、そして英語の単語などしか知りませんでした。そして今までの人生の中で英語を喋りたいと思っててもなかなかきっかけがつかめずに、ただただ日が過ぎていく、そんな、人生でした。それで、海外などにも行くようになり、そして海外などにも他に旅に行きたいと思うようになってから、ますます英会話喋れるようになりたい、だけどどうしていいかわからない自分がいました。本屋に行って文法や単語の本を読んでも全く意味もわからず、どうしたらいいかわからない時に、そんな時にマルティーニ先生と出会うことができました。そして僕は今ここ最近からマルティーニ先生の指導のもと、英語を教わってます。この英語の学習法とは、僕みたいに喋りたいと思う人が勉強をしたいと思う人、そうこういう気持ちの人はいろいろとたくさんいると思いますが、それを教えてる人、そしてそれを伝授してる人などの勉強方法などもマルティーニ先生は取り入れた上で新しく、アレンジをされている、勉強方法をとってやってます。なかなか、意味とかそういうことっていうのはよく分かりませんが、楽しく頭の中に入ってくるという魔法のような授業です。これがとても不思議で、やっていくうちにどん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 のめり込んで楽しくなっていく、本当に今そんな感じがしてます。英語を喋るようになりたい、喋るようになりたいから喋れるようになる、そんな気持ちの変革がありました。なりたいというよりも喋れるようになる、そういうふうに決められたマルティーニ先生の授業を今すごい僕は楽しんでます。この勉強方法で一つ目標を立てることができました。今始めて3日間ぐらいなんですが、3ヶ月ぐらいで英語の日常会話をできるようになることです。それは音楽に活かせる、人にも人とのコミュニケーションなどに活かせ、いろんな謎のところに旅もでき、なんかそんないろんな楽しい英会話の目標っていうのが、どん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 出てきます。そんな感じなので、この超学習方法を何か興味がある人、少しでも興味を持った人、すぐマルティーニさんの元までご連絡ください。そうしたらあなたも何かが変わるきっかけになると思います。わざとらしいかもしれませんが、本当に楽しく学習することができます。なので皆さん、僕が3ヶ月で日常会話を喋れるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。